さあ、たらったー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 たらったー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 たらったーたーたー、あっち向いてほい。おはようございます、しらすとしらすとチャンネルです。というわけでですね、今ね、ダイエットスタート、ダイエットとかも減量ですね、減量スタートしたおしらさなんですけれども、今60分のお散歩から帰ってきたところです。これから毎朝60分のお散歩から人生がスタートしますよろしくお願いします。というわけで本日はデレーン、減量中のおしらの1日ご飯ルーティン動画、イエーイ。今ですね、1500キロカロリーで生きてるんですよ。1500キロカロリーってどんくらいかわかりますかね。結構筋トレをね、毎日してるの。基本収録とかで筋トレしてるから、まあそういう人にとっては結構1500ってめっちゃ少ないんですけど、まあ減量初期はね、まあそのぐらいでもいいって D さんに言われたので、 D さん、私の師匠 D さんに言われたので、ちょっと一旦1500で頑張ってみようかなと思います。というわけで、おしらクッキングお楽しみください。トゥルルンルンドゥ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 ルルンドゥ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 ン。で、グッドモーニングボールティームは、朝ごはんはですね、この豚ヒレブロックでいきたいと思う。ちょっとなんか本当に独身貴族リッチご飯なんです、すいません。でもさ、トンカツ用とかって勝手にさ、もう用途決めんじゃねえよって感じなんですけど、トンカツで早く食えるわけねえだろ、普通に。揚げ物なんかダメなんだよ、私は。今、1500キロくらいしか食えないんだから。だからまあ、普通に焼いていきまーす。うちの子豚ちゃんがブヒブヒ言いながら、豚ヒレと共食いを始めようとしてる。ダメだよ、あんた共食いは。子豚ちゃん。待って。じゅわーって行く予定だったら全然じゅわーっていかなかったわ。いい加減にしてほしい。味付けは名古屋のボイストレーナー女からもらった、ちょっと塩かけすぎ、これクレイジーソルトなんだけど。美味しそうじゃないですか。私もなんかいつの間にかさ、切れてるなと思ったでしょ。そうなの、私はね、あの、肉味先輩だから、肉味先輩ってわかりますか、食品の層も読んでますか、皆さん。肉味先輩だから私はね、肉の繊維方向にね、もう、沿ってね、ナイフ入れられるね、天才刃物使いなの。だから私は肉味先輩って呼んで、これから、肉味チャンネルに変えようかな。肉味チャンネル。それでですね、ダイエット中はですね、こうやってね、ご飯の量も、これさ、これゼロにできんの、これちゃんとご飯の量とかも測るわけよ。私はね、今一食一応 150g ぐらいしてるんですけど、ちょっと 150g ね、私は天才肉味先輩だから、150g が分かるようになってなかった。全然90って足りないわ。まあ、これで 150g にして、いただくわけでございますね。はい、そしたらお肉を持っていきたいと思います。こちら豚ヒレ肉 150g ですね。なんかさ、あの、ヒレ肉がいいわけよ。ヒレ肉、だからさ、鶏胸、豚ヒレ、牛ヒレ、また鶏もものさ、鶏ももの皮むくとか、ささみとか、まあ、そこら辺で肉食っときゃいいらしいのね、とりあえず。で、私はもうネギ大好きマンだから、ネギをもりもりもりっと乗せて、はい、というわけで、金玉ポン酢かけていきたいと思います。ごめんなさい、間違えました。金のポン酢かけていきたいと思います。大さじ1杯ってどんぐらい？大さじ1杯ぐらいにしときたい。はい、完成！はい、というわけでできました。こちらでですね、まあ、450キロカロリーぐらいで、タンパク質が40グラム弱ぐらい取れるのね。素晴らしい！でも本当にさ、1500キロカロリーだからさ、まあ、これ3食食べて、まあ、プロテイン1回飲んだら、終わりかなぐらいの感じで、大切に食べたいと思います。それでは皆さんご一緒に、ミッキーマウス、ブルーノマーズ、いただきマウス！見なかったことに。正直ね、豚ヒレの素焼き、全然美味しくない。俺でのわりに全然美味しくない豚ヒレの素焼き。やっぱこれはね、とんかつにしてなんぼだと思いますよ、本当に。でさ、この生活がさ、8月まで続くわけですよ。まだ2月なのに、あと6ヶ月も続くのね。でさ、8月にね、あの、ボディビルというか、フィジークっていう、こういう、フィジークっていうやつの大会に出るから、まあ、こういう生活がスタートしたわけなんですけど、っていうか、もっときつくなるの。もっと、まあ私、素人だし、初めての減量だから、ダイエットはあるけどさ、ちょっとやっぱ、あの、ボディメイクのコンテストに出る人の減量って、やっぱちょっとダイエットと全然レベル違くて、ちょっとなんか人体の究極というか、まあ不健康なとこまでやっぱ痩せるっていうのがさ、こういうコンテスト系のダイエットだから、で、まあだからもっときつくなるんでしょうけど、8月が近づくにつれて。まあ多分ね、この、減量生活は乗り切れるような気がしてて、これさ、最近聞いた話の中で最も残酷な話だなと思ったやつ聞いてください。なんか、私さ、努力とか継続って、あの、才能じゃなくて才能か努力かみたいに言うじゃないですか、世の中。だから、あの、なんだろう、それ努力っていうのは才能と別、だから遺伝とは関係ないみたいな感じ、誰しもが頑張ればある程度成績を残せるみたいな感じで思ってたんですけど、なんか、ちょっとエセ科学だったら申し訳ないんですけど、もう私勝手に信じてるだけなんで、なんかその、努力も、遺伝だみたいな話を最近、ちょっとさ、なんかこっち噛み締めてるから、こっちちょっと大きいの。そう、努力も才能だみたいな話を最近聞きまして、そのさ、結局さ、脳みその中の報酬系っていうんですか、何かを頑張った時に、脳みそがさ、偉いぞ偉いぞ、おしら偉いぞって褒めてくれるわけですよ。その報酬系の出方っていうのはもう遺伝で決まっちゃってると。
もちろん環境でも左右されるんだけど、遺伝子である程度努力できる遺伝子かどうか、継続できる遺伝子かどうかっていうのが決まっちゃってるんだって。なんて残酷な世の中でしょうっていうさ、ね。思った。でもね、違うの。これが本当かどうかちょっと置いておいて、本当かどうか置いておいて、私が今自分に都合いいから信じてるだけなんですけど、私なぜなら努力することと継続することにかけては、なかなかね、なかなかにね、結構強いんですよ。だから、なんか、まあ朝散歩、ね、今朝散歩1時間やるって言ったら、もう基本的には続けられるだろうし、この1500キロカロリー生活も、まあ基本的には続けられるだろうし、なんかね、自分のこの努力する力とか、なんかこの継続する力って、本当に、なんか、もう本当に身を削って頑張ってるって昔は思ってた。身を削って頑張って歌、ある程度は上手になって身を削って頑張って勉強してとか、身を削って頑張ってとかと思って、で、動画をさ、こう頻繁に作るの身を削って頑張ってとか思ってたんですけど、これもね、すべて遺伝子らしいの。遺伝子で私はもう頑張れる人間で、もう継続できる人間で努力できる人間ってことがインプットされてるって、もう私に今都合がいいから信じてる。失礼いたしました。だけなんですけど、だから、私はできる。私はできる。私は続けられる。半年間ビールっていう暗示をかけて、まあ夏まで頑張ると思ってるんで応援してください。はい、ごちそうさまでした。今からですね、ちょっと編集して、動画の編集をしつつ、まあちょっと食休みをしたら、ジムに行こうと思います。いやー。はい、そしてジムに行くお知らせはですね、こちらイントラブラスト。これがね、何か私よくわかってないんですけども、トレーニング中に飲む系のやつですね。何かわかってないの、この白いお薬。あ、間違った。白い粉。あ、間違った。でもなんかこれ美味しいの、すごい。超人工甘味料のオレンジの味がして最高なので、これを持ってきたいと思います。筋トレしてきました。ただいま、ママミア、Here I go again. My, my, how can I resist you? というわけで、これからお昼ご飯です。だいぶギュッて言っちゃってるんですけど、一応胸肉にします。胸肉っていうのはね、とってもヘルシーな肉なんですよ。でもね、本当はさ、胸肉にはさ、皮がついてるのわかりますか？これさ、なんかさ、もう調理がめんどくさくてさ、角切りのさ、やつなんで皮がついてるんですよ。皮がついてるとね、ちょっとカロリー高いんですけど、本当は皮切りたいんだけど、この角切りされてるやつをね、どうしても合いますけど、買ってしまったので、こちらを調理していきたいと思います。溶き飛ばし。で、鶏胸肉だとちょっと寂しいんで、温泉卵作りたいと思います。なんかさ、生卵派なんですけど、本当は。生卵よりね、温泉卵、火を入れた方が、なんか、タンパク質の吸収が倍ぐらい良くなるっていうことを信じてるんで、やっていきたいと思います。でね、これね、卵割るじゃんか。めっちゃ簡単なんだけど、これさ、卵の黄身がさ、隠れるぐらいまで、これ水張ってんのね。水張って、爆発しないように、爪楊枝でぶっ刺して、レンチンチン。そして、レンジでチンするだけでございます。さっきレンチンチンって言ってカットしたけど、もう一回言っちゃった。1分、どうぞ。そして、またご飯をちゃんと測って、食べたいと思う。150g ないかも。まあないっていうことは神様がその分痩せろって言ってたことですね。130g でございます。まあいいんですよ。少ない分に。あ、もうちょっとだ。もうちょっとだったよ。一つ分のこと 133g にいきたいと思います。おんたまな九条ネギを、どさ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 、いやーキンキンキン玉ポン酢というわけで完成しました！超美味しそうじゃない？でもこれで多分ね、400キロカロリーないぐらいだと思うんだよね。ちょっと足りないかな、さすがに。まあ、でもね、4食食いたいので、これね、温玉がいいんですよ。あ、ちょっとなんか、あ、どう？どう？どう？ちょ、なでしこめっちゃうるさい。どう？美味しそうでしょ？というわけで、いただきます！わかんねえ。ごちそうさまでした！ちなみにね、鶏肉はね、さっきの 260g あって、さすがに全部食うと食い過ぎなので、130だけ乗せて、半分だけ乗せて、あれはまた夜に食いたいと思います。それでまた鳥さんにご面会できますことをお祈り申し上げましょう。というわけで、ブルーノマーズ、ミッキーマ、なんだか忘れちゃった。あ、違う、ごちそうさまでした。お腹がとっても空いたので、プロテインを完食にしたいと思います。情熱のパッションフルーツ味、ビーレジェンド。程よい香りと酸味のブルーベリー。普段だったら水と豆乳と半ぐらいで割るんですけど、ちょっとね、私にそんなね、カロリーの余裕はないので、水で割ります。これビューンひょいよって言って、もうすぐ出来上がるわけですね。見て、美味しそうでしょ？なんかね、プロテインね、普通にシェイクして飲んでもいいんですけど、やっぱね、スムージーにして飲んだ方が美味しいです。なでしこの散歩行ってきます。はい、というわけで今日最後のご飯は焼きそばです。ちょっとご飯なくなっちゃったんで、まるちゃんです。なんかちょっと賞味期限1週間ぐらい切れてるんですけど、気にしないで使っていきます。お昼ご飯の鶏胸肉残り、豆乳。
一緒に温めちゃいまーす。豊永拓人、豊永拓人。てかなんかさ、焼きそばなんかさ、食っていいのダイエット中にって思うじゃん。全然オッケーなの。なんか、結局さ、焼きそばってさ、油引いて食うから油っこくなるわけで、油引かないで食えば平気なわけ。ちょっと焦げつかないように気をつけたいのと、あとさ、肉がさ、これさ、鶏胸やんか。鶏胸ってめっちゃヘルシーなのね。でさ、大体豚バラ使うじゃないですか。焼きそばって。でさ、バラ肉ってマジ脂肪なわけよ。全然ね、もう同じ肉とは言ってもね、本当に全然違うので、長くなるだけだからまとめるよ、低カロリーだーってバックナンバーも言っとるやんか。できたー。はい、というわけで本日最後の食事をっていきたいと思います。焼きそばー。ちょっとさ、なんかもう海苔もないしさ、青海苔もないしさ、ネギも切らしちゃってるし、もうこれしかないんですけど、ちょっといただきたいと思います。どうせ美味しいの。美味でございます。はい、ごちそうさまでした。というわけで本日の摂取カロリーはこちら、ドドーン。というわけで1500キロカロリーぴったりぐらいになってるはずなんですけれども、これね、アスケンっていうアプリで、ちゃんと記録を取ってるわけ。でね、記録取ってないと、これにさ、例えば目玉焼きをあと1枚乗せていいのか、この後プロテインを飲んでいいのか、スムージーになんか豆乳入れていいのかとかわかんないわけ。意外とわかんない、その50キロカロリーとかのそういう単位なんですけど、積み重なるとさ、100、200、300ってなってさ、1年だとその何万キロカロリーってさ、なってくわけですよ。だから、ちゃんと記録つけて、2月中は、有酸素運動も頑張っていきたいと思いますので、はい、というわけで目指せプリプリプリンセスチャンネル、改め目指せムキムキプリンセスチャンネルとなったこちらのチャンネルなんですけれども、おしら8月まで減量と筋トレめちゃめちゃ頑張りますので、応援してもいいよって人はぜひチャンネル登録といいねしてください。そして画面の前のあなたが、もし一緒に減量頑張るぜ、ダイエット頑張るぜって人がいたら一緒に頑張っていきましょう。絶対に絶対に負けんなって感じでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。